こんにちは。今隣で川上総合事務所というところで今勤務をしている吉津博樹と申します。で今お仕事としては地域おこし協力隊っていうお仕事で、この地域おこし協力隊っていうのは萩市以外のところ、下関っていうところで住んでいて、まあ、この度去年の4月にちょっと萩の方にやってきて、川上地域をですね元気にするような活動を今行ってます。今日は、3ヶ月前にちょうどみんなの5、6年生の、学生さんと一緒に、アロマキャンドル作りを、その時は夏みかん の油を使ってやったんだけど、今日は川上の柚子を使ってちょっと石鹸作りをちょっとみんなとしようと思います。まあちょっと柚子の香りを楽しんで、で石鹸を作ってですね、お土産で持って帰ってください。じゃあよろしくお願いします。はい、で今日ですねみんなに知ってもらいたいことが3つあって、川上の柚子、今みんなの手元には柚子が1個ずつあると思うんだけど、ゆずのことを知ってもらいたいのと、2番目にゆずの精油っていって、香りのいい香りがする油のその取り方についてちょっと知ってもらいたいのと、最後にちょっと石鹸を一緒に作っていきたいと思います。では今ここみんなが住んでるこの川上地域っていうのは〇〇の里って書いてあるんですけど、この〇〇っていう2文字入るんですけど、これ何が入るか分かりますか？ゆず、そう、あ、向いてあげてくれた、ありがとうございます。そう、川上はもともとゆずの里って言って、ちょうどもう60年前、もうお父さんお母さんがまだ生まれてない時からですね、川上村っていう村の時から、まあ、ゆず村作りを目指して、もう1万本ぐらいの木を植えたりしてました。ここから東谷地域っていうところにはゆずの自生地って言って、国の天然記念物があったりするぐらい、川上地域はゆずがねなっていくためにすごく適した環境っていうことで、ゆずの里って言われています。わかる、わかるかな。今写真に写ってるのが直売所でも売ってあるんだけど、まあ、ゆずの蜂蜜のジュースであったり、下にあるのはゆず酢って言って、もうゆずをそのまま絞った絞り汁、その柚子の皮を使って柚子味噌っていうのが、これが川上の方では特産物って言って有名、川上ならではのものになります。山口の県内の中では柚子が一番多くできるのがこの川上地域、まあみんなが住んでるところは柚子がとっても有名だよっていうことは覚えていてください。写真見えますか？みんな見えるかな？結構これ下の部分に柚子が落ちてるのはわかるかな。この黄色い部分、こうやっていっぱい柚子がこう落ちてると思うんだけど、これは今年の1月に撮った写真で、柚子は本来10月から12月、ちょうど今ぐらいがすごく盛んな時期なんだけど、なかなかちょっと柚子を撮るのも高齢化っていって、ちょっと撮る人もお年を召されてきて、なかなか柚子を撮れない人が多くなってきて、このようにちょっと取れずにそのまま柚子が下に落ちてしまうっていうようなところが結構多くなってきてます。で、それをちょっと私は見て、ちょっと柚子がもったいないなっていうことで、何かいい新しい使い方がないかなっていうことで、全く柚子を知らない人たちに、まあちょっと左の方は柚子の収穫体験って言って、まあ全然柚子を知らない人たちに来てもらって、まあ高枝ばさみを使って柚子を取ってもらうような。で右側にあるのはその取った柚子を柚子味噌作り、あそこに右に立ってる方が川上に住んでる人なんだけど、その方に柚子味噌っていうのをちょっと作るのを指導してもらうっていう、これ柚子収穫加工体験っていうことで去年から行ってます。今年も先月1回行ったんだけど、すごく結構好評でした。こうやってちょっと全く柚子を知らない人たちに川上地域に来てもらって、こう収穫と加工するっていう体験をしてます。次がこれが今、これは今日ちょっとみんなにお伝えしたい。今みんなの目の前にある柚子なんだけど、
ある方法を使うと精油っていって柚子の香りが詰まった油を取ることができます。でその油を取ると左下にあるようなちょっとろうそく、このろうそくにちょっと柚子の香りがするようなろうそくを作ったり、今日みんなと後で作る石鹸、石鹸にその柚子の香りをつけてちょっと柚子の香りがする石鹸を作ったり、で3番目4番目に今なんか赤い光のがあるの、ちょうど今これのことで、今これが柚子の香りをねこうちょっと外に出してちょっと柚子の香りがするような空間作りをしたりするようなことに使ってます。はい、じゃあその油がどこにあるかっていうんだけど、今ちょっとみんなちょっと柚子をちょっと持ってもらってもいいかな。こう柚子をじーっと見たらなんか点々がいっぱい見えるかな、ね、皮になんか点々がいっぱいあると思うんだけど、これが油胞って言って油の塊があります。大きくしたらこういう袋がいっぱいあります。この中にその油胞っていう塊の中にそのすごく香りのいい油が入ってます。でちょっと話ばっかりしてても面白くないので、今ちょうどちょっと柚子を半分に切って皮をこうちょっと破いてます。この中に油があるんだけど、ちょっと今から一つ実験をしてみますね。ここに今風船があります。でちょっとね今からちょっと大きな音が出るので、ちょっと大きな音苦手な人はちょっと耳塞いどしてください。いいですか、いいですか、ちょっと遠くからやるので、今からこの皮をちょっとこれにかけてみる。大丈夫ですか、大丈夫、おーで、そう、この油の中にリモネンっていう成分があって、そのリモネンっていうのは油を溶かす作用があります。だからこの今風船はゴムでできてるから、それを溶かしてしまってバンと割れる。だからちょっとみんなにこれやってもらうとみんなびっくりしちゃうから帰ってもしやりたい人がいたらその皮をこうかけてみたら、風船をこう割ることもできるし、油性ペンで書いた油性ペンで書いたものもこれで擦れば消えるっていうことが消すことができるので、まあもし帰ってやってみたかったらちょっとやってみてください。はい、まあそういう風な感じで香りがいい油も取れるんだけど、そのように油を取る、だから結構油汚れとかそういうものにも、あと医薬品に使ったりとか、いろんな使い方がこの油からできます。じゃあ実際その油を取るために私が今何をしているかっていうと、こう書いてある収穫って言って、まあ最初は柚子を取ってきて、その取った柚子から必要なのが皮なので、その加工って書いてるんだけど、この中の白い部分をスプーンでくり抜いて、でくり抜いた後に蒸留って書いてあるんだけど、その蒸留っていうことをして精油が取れます。でもこの蒸留、今ちょうど蒸留の機械を今日持ってきてるんだけど、ここに入るのがせいぜい 2,3 キロぐらいしか入らないので、残りはちょっともう冷凍保存を今したりしています。じゃあまあちょっとね、理科の実験じゃないんだけど、ちょっと本来この蒸留っていうのは中学校で学ぶことなんだけど、ちょっと簡単に蒸留ってどういうものかっていうのを説明したいと思います。で蒸留っていうのは、まあ簡単に言うと、ある、まあ液体とは書いてあるんだけど、まあある液体をこう火にかけて熱して、で気体にして冷ましてまた液体に戻すっていうのが、これが蒸留。ちょっと難しいと思うんだけど、こういうことをします。これをすると何がいいかっていうと、混ざっているものから必要なものを取り出すことができる。だからここに今最初に ABCD っていうものが混ざった液体がある中で、この蒸留っていうことをすると、例えば A のものが取り出したかったら A のものを取り出すことがこの蒸留っていうことでできます。
ちょっと難しいと思うけど、とにかく取り出したいものを取るためにこの蒸留っていうことをします。はい、で今この中に水蒸気蒸留法っていうって、この中に今柚子の皮が入ってるんだけど、あと中見せてもらいますか。この中に柚子の皮が入ってます。でこの皮をこのIH ヒーターっていうのを熱してあげることで、ここでだんだん熱されることで、ここで柚子の香りがするものがこう上にどんどん上がっていきます。で上がっていくと、ここが冷却器っていって、本来はここに冷たい水を入れて温かいお湯をこう出す、こういうのをぐるぐる回すんだけど、ここで熱せられたものがここで周りのところに冷やされて、ここにどんどんその油と水が出てくるんだけど、そういうためのこれが機械なんです。だからここで温めて熱い蒸気が出て、それをここの部分で冷やして、水と油っていうのがここで取れるようになります。軽油っていうのが先ほどから言ってるように、まあエッセンシャルオイルとかアロマオイルっていう、まあいろんな言い方があるんだけど、とにかくこの植物のこの例えば今日で言うと柚子の香りが詰まったような油のことを精油って言います。他にも、まあ、ラベンダーとかオレンミントとかローズマリーとかで、ね、いろんな花からの香りが取ることができます。みんなに知ってもらいたいのは、ただ柚子のオイルだけじゃなくて、いろんな植物のオイルも取ることができるよっていうこと、いろんなオイルが取れるっていうことを知ってもらえたらなと思います。ちょっと一つみんなに問題を出したいと思います。今ちょうどちょっと中入れてたんだけど、ちょうどこれが柚子の皮が2キロ分の皮がこう入ってます。じゃあこの2キロの皮からこの精油油が何ミリぐらいできると思いますかっていう質問なんだけど、1番のは15ミリって言ったらもうこれぐらい、ちょびっとしたのこれぐらい、2番の120ミリっていうとこれぐらい、ちょっとある。3番が400ミリって言って、まあペットボトルほぼいっぱいです。はい。で、この1、2、3ってあるんだけど、みんな何番になるかなってちょっと考えてみます。1番と思う人手挙げて。これ誰もいない。2番。120ミリぐらい取れるんじゃないかって。おお、いいね。123、お、123456 7ミリ。じゃあ300から400取れると思う人、はい、面白いな。はい、正解は実はですこれしか取れない。そう、柚子の皮、柚子40個分で取れる油はこれだけ。そうすごい、いい、みんないい回答してくれたけど、とにかくこの精油っていうのはとっても少なくて大変貴重なものになります。実は今この精油を、これが1ミリなんだけど、これを入れてるのをちょっとみんなに配るので、香りを嗅いでみてもらってもいいかなと。匂いがとっても強いものだけど、それが油になります。きついよね、とってもきついと思う。鼻についちゃった。この1ミリ取るだけでも6個か7個の柚子の皮が必要になります。で、今日は今からちょっと今からみんなと今度は石鹸作りをしようと思うんだけど、この柚子の精油っていうのと、さっき言ったあの水、油と水が取れるんだけど、これが水はこっち側の蒸留水っていうんだけど、この2つを使って石鹸を作っていきたいなと思います。手がすごく油まみれで、肩をはねてもいいし、肩立ちにしてもらって全然いいので、つけて1週間ぐらいたらもうカッチコチに一緒に固まるので。
できた形を、まあ、1週間ぐらいするとカチコチにまた固まるので、そうなったらみんなちょっと石鹸なので、ちょっと家に帰ってちょっと手を洗ってちょっと花があるとちょっとただ一緒に花も取れていくと思うので、うん、まあ、形もいいし、それを使ってちょっと手を洗ってもいいかなと思います。最後みんな作ったもし石鹸でもし手を洗った時に、まあ、ちょっと痒くなったり赤くなったりした時は、まあ、ちょっともう使わないように、もう人によってはちょっと肌にちょっと合わないこともあるので、もし使ってちょっと痒くなったり痛くなったりするときは使わないようにしてください。今日はですね、まあ、こういうちょっと柚子の皮からこういう油が、とってもいい香りがする油が取れて、ろうそくであったり石鹸に香りをつけるっていうことができるっていうことを皆さん知ってもらえたらいいなと思います。じゃあまた今後ですね、こういう機会があったらまたいろいろイベント、こういうなんかものづくり等もしていきたいなと思いますので、その時はまたよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、もうゆずは一人一個持って帰ってください。